はい、どうも、大悟です。というわけでですね、今回のテーマは、本番前30秒で聞く能力アップルーティーンということで、一般的なルーティーンの効果についてご紹介したいと思います。運動能力向上に効果的と必ずやるルーティーンみたいなものを決めておくと集中力上がるらしいんですけど、自己効力感とコントロール感というのがアップします。不安を改善してくれます。注意力が散漫になることを防いでくれると。プレッシャーが大きい時ほど効果的なんです。実はですね、初心者の方が効果的なんですよ、ルーティーンって。だいぶお前だったらこれから3時間余裕で集中できるはずだ。実はね、人間がリラックスするためには一番簡単な方法って思いっきり力を入れるのがいいんですよ。本番前とか運動前に何でもいいんです。一点見つめてください。ルーティーンって言うとちょっとね、有名になったのが、プレパフォーマンスルーティーンって言って、昔五郎丸さんってラグビーの人が手をこうやってこう合わせたりとかなんかして、こう自分なりのこう、儀式みたいなものをやって、で、それから、例えばじゃあなんかプレイをするみたいなのが、なんか流行りましたよね、一時期ね。ああいう風に、本番前にほんのに短い時間だけ、あるいは自分のパフォーマンスを高めたい、ここぞっていう時に、短い時間だけ何かをすることによって、まあその運動だったりだとか、あとは運動以外でも、例えば、勉強、まずはテストもそうだろうし、仕事だったらプレゼンだったり交渉とか、そういったパフォーマンスを高められるんですかって研究で実は結構たくさんありまして、で、結論から言うと、どんなルーティーンでもいろんな効果があるよというふうに言われてるんですよ。だから皆さんも、仕事をする前とか勉強する前とか集中したい時とかに、なんかこういうルーティーンを決めておくっていうのは結構いい心理効果をもたらしますんで、ぜひですね、皆さんも今日ですね、この放送を聞いていただいて試してみてください。で、今回ですね、ご紹介するメインの研究が、ウィーン大学のですね、研究になります。はい、結構いろんなね、スポーツ前だったりだとか本番前とかにルーティンをやってあげるとね、例えばじゃあ一郎さんがこうやってこういうポーズを取ったりとかするじゃないですか。ああいうのとかも実は科学的に効果あるんですかという研究をやってくれたのがこのですね、ウィーン大学の研究です。で、これはかなりがっつり調べててくれてまして、こういう風ないわゆるプレパフォーマンスルーティーン、自分が何かパフォーマンスを発揮したい時に前にやるルーティーンによって本当にパフォーマンスが上がるんですか、どうなんですかということを調べてくれた研究ですね。で、このルーティーンの効果があるよってことを確かめた研究っていっぱいあったんですけど、今回はですね、いわゆるメタ分析って言って、まあ論文をまとめて論文を書くっていうスタイルなんですよ。簡単に言うと33の論文を、詳しく分析して、で、やっぱりいろんな研究デザインとかいろんなルーティーンがね、世の中にあるんですけれども、そういったルーティーンや研究デザインに関わらず、いわゆる自分が本番前に何か発揮した時のルーティーンっていうのはパフォーマンスの改善に効くよということがですね、この研究からは出てるんですね。例えば、まあ当たり前なんですけど、運動能力向上に効果的というのが1個目のポイントです。まあ簡単に言うと、例えばじゃあ、バスケだったら、いわゆるフリースローみたいなもんだったりだとか、あとは、サッカーとかだったらフリーキックとか、ああいう精度が大事になってくるものってありますよね。で、そういった、こう、運動能力、運動のパフォーマンス向上にはもちろん効果的だった、そうなんですね。で、さらにも面白いポイントとしては、なんでじゃあその運動のパフォーマンスが上がるかっていうと、どうやら、何か僕らが行動する前に必ずやるルーティーンみたいなものを決めておくと、集中力上がるらしいんですよ。だから勉強前だったりだとか、あとはテストの直前だったりとか、あとはプレゼンの前だったりとか、自分が集中力をガッと発揮したい時にはルーティンを作っておくといいかもしれないよというのが2個目のポイントですね。そして3つ目のポイントが、自己効力感と、あとはコントロール感というのがアップします。で、これ実はその自己効力感っていうと、自己肯定感と間違える人がいるんですけど、似てるんですけどちょっと違くて、何かっていうと、こう自分が何かをするしたりとか努力することによって、その未来が変えられる、結果が変えられる、簡単に言うとやればできるって感覚です。で、この感覚が大きい人の方がやっぱりへこたれないし、いろんなことにチャレンジするようになるし、人生も幸せになるんですよ。まあこれコントロール感とも言うんですけど、こういった自分でもやればできるんだって感覚がアップして、結果的にいろんな行動につながってくってのもありまして、だから普段からそのルーティーンをねやってる人ってのは、おそらく練習とかのパフォーマンスも良くなるんじゃないかということなんですよね。で、あとは大事なポイント4つ目としては、不安を改善してくれます。ルーティーンをやることによって落ち着いてくるということが分かってまして、まあ例えば毎日の習慣とかでも、朝起きた時必ずこれをしますとかあれをしますみたいなのも決まってると、それだけでも結構一日が集中力がねキープできたりとか、メンタルの状態が良くなったりするよって研究は、まあ皆さんにも何回かご紹介したことがありますけど、そういった効果が、ルーティーンにもあるそうなんですよ。まあこれポイント高いですよね。で、そして5つ目のポイント、これ勉強なんかする人なんかはぜひですねやってもらいたいんですけど、注意のですね、注意力が散漫になることを防いでくれるというデータも出てます。これ結構すごくて、要するに本番にね、僕らがなんかミスをしちゃうのってなんでかっていうと、注意散漫になっちゃうことが原因なんですよ。いつも通りちゃんと集中してやればで
ができるのにもかかわらず、それが余計なこと考えちゃったりとか、あれちょっとなんか、例えばね、ゴルフとかだったらグリップの握り方が気になるなとか、何かが一瞬気になっちゃったことによって、まあ、大きなミスをしてしまうってことって結構皆さんも経験あると思うんですよ。ありますよね。で、こういった本番で能力を発揮しなくちゃいけない、集中を発揮しなくちゃいけない時に余計なことに気が取られるというこの注意散漫ですね。これも防いでくれるよというふうに言われてるんですね。で、この先3つのポイントがすげえ大事なんですけど、実はこういった、ルーティーンっていうのはですね、プレッシャーが大きい時ほど効果的なんです。で、もちろんプレッシャーがあんまりかかってない状況でも、ルーティーンをやった方が能力を発揮しやすくはなるんですが、なるんだけれども、プレッシャーが大きい時の方が、パフォーマンスを高めてくれる、効果が上がるんですよ、このルーティーンっていうのは。だから、よくほら、本番に強い人っているじゃないですか。で、本番に強い人と、本番に強くない人を比べてみると、やっぱりこのプレッシャーがかかってる時も、いつも通りちゃんとやる。いつも通りやっているルーティーンをちゃんとやってから本番に臨むから、だから、プレッシャーが大きい時でも、安定してパフォーマンスを出せる人、まあ、スポーツ選手とかでもいますよね。もうずっと安定したパフォーマンスを出せる人、それこそ、まあ、イチローさんとかもそうだと思いますけど、まあ、そういう方っていうのは、やっぱりこう、ルーティーンが決まってるんですよ。つまり、ルーティーンが決まっていれば、プレッシャーが大きい時でも、そのルーティーンから得られる大きな効果、パフォーマンスアップ効果っていうのが期待できるので、結果的に、プレッシャーが高い時も低い時も能力が安定するということなんですよね。面白いですよね。で、さらに、いやでもそんなね、ルーティーンとかね、プロフェッショナルのね、プロスポーツ選手でありまいし、そこまで考えなくてもいいんじゃないのと思う方いらっしゃると思うんですが、実はですね、これ、初心者の方が効果的なんですよ、ルーティーンって。これ意外ですよね。皆さんがプロスポーツ選手とか、すごい能力が高いとか、あとはまあアマチュアの中でもプロに近いアマチュアとかいるじゃないですか。そういうことは関係ないんです。初心者であればあるほど、このルーティーンの効果高いんですよ。もちろんプロにも効果あるんですよ。あるんだけれども、初心者から効果が得られるので、もう絶対これやった方がいいわけなんですよ。自分の中でルーティーンを決めておくっていうのが、ポイントになってきますね。はい。で、あとはさっき言った通りなんですが、仕事や勉強でも使えます。スポーツそんなにやらないんですよねって方もいらっしゃると思うんですが、仕事とか勉強とか、本番前にほんの少し、まあ、それこそ30秒とかやるだけでも全然効果あるので、ぜひですね、皆さん試してみてください。それではですね、今日のメイン、科学をおすすめする6つのルーティーンをご紹介したいと思います。今ね、6つ出てると思うんですけど、身体的ルーティーン、運動イメージ、セルフトーク、リラクゼーション、ダイナミックハンドグリップ、クワイエットアイと、6つあると思うんですけれど、まあ、特に一番最後の2つが、結構僕的にはね、おすすめなので、ぜひですね、皆さん、ね、自分でこうルーティーン思いつかないなって方は試してみてください。まずは1つ目、身体的ルーティーンなんですが、これは何かっていうと、体を動かすことによるルーティーンです。はい。まあ、例えば、テニスのね、選手とかがよくラケット持ってる時に、こう、試合が始まる前とか、自分が打つ前にくるくるって回したりとか、あとはこうボールをポンポンポンって3回跳ねさせてからこう打つとかありますよね。ああいう風にこう自分の体を使ってやるルーティーンのことです。例えばまあ僕だったら勉強する前とか集中するぞと思った時には必ずその場でジャンピングスクワットを5回やってから始めるとか、なんかそういう風に体を使ったルーティーンですね。でこれはまあいろんなメリットがありまして、特に下半身を動かすようなものをルーティーンとして入れておくことによって、勉強とかの場合だったら脳にたくさん血を送ることができるので、結果的にですね頭の回転も速くなるので一石二鳥です。まあ、ただそこまでしなくても全然構いません。はい。そういう風な体を動かすルーティーンだったら何でも OK なんで、一つ目が身体的ルーティーンでした。ぜひ試してみてください。続いて二つ目、運動イメージ。これ簡単に言うと、イメトレです。イメージトレーニングです。自分がうまいことやってるところを、想像したりだったりだとか、あとは勉強とかだったら、勉強中に注意がそれそうになったのに、その注意がそれそうになったところで踏みとどまる様子を想像してから始めるとか、自分がうまいことやっているところを想像してから始めるみたいな。で、この想像は30秒とかぐらいで構いませんので、全力でそれを想像してそれから始めるみたいなやり方ですね。でこういったイメトレとかでも全然 OK だそうです。はい。まあ、だからスポーツ選手なんか試合の前にイメージトレーニングの時間を取ってるって方結構いますけど、これ実はちゃんと効果あるわけなんですよね。というわけで二つ目が運動イメージでした。それで三つ目がですねセルフトークです。はい。これセルフトークは何かっていうと、自分に対してもう一人の僕みたいな遊戯王のねアテム君みたいなもう一人の僕を想像して、でそこから声をかけてもらうみたいなやり方です。例えば大丈夫、大吾お前ならできるぞと、うん、大吾お前だったら、これから3時間余裕で集中できるはずだみたいな風に自分をに第三者として自分に声をかけるみたいなやり方ですね。でこれでも全然効果あるそうですね。これがだから3つ目のポイントでした。続いて4つ目のポイント、リラクゼーションです。リラクゼーションって言うとなんかリラックスするのっていう風に思う方いらっしゃると思うんですが、まさにその通りで、本番でよし頑張るぞってなってる時にあえてそこで一旦抜くんです。はい、リラックスするわけなんですよ。どうするかっていうと、深呼吸とかで OK です。例えば、僕がよくやるのは、4秒間吸って、8秒かけて吐くっていうのを、例えば5回やるとか、まあ、そういう風に自分の体をリラックスさせるための方法とかでは構いません。あとはもっと簡単なやり方だと、体のですね、つま先から順番に、力を入れていくんですよ。つま先のね、こう足をこうぐーって力を入れて、離す。この、ふくらはぎのところにぐーって力を入れて、リラックスする。太ももに力を入れて、ぐーって力を入れて、離す。お腹に力
を入れてリラックスする。胸のところに力を入れてリラックスする。背中に力を入れてリラックスする。で、首に力を入れてリラックスする。みたいな風に、こう少しずつ力を入れて抜く。力を入れて抜くってのをやってみてください。これ実はね、人間がリラックスするためには、一番簡単な方法って思いっきり力を入れるのがいいんですよ。だから寝る前なんかは、体中にね、少しずつ力をこうやって入れて、10秒ぐらい力を入れてから、ゆっくりこう抜くみたいなことをやると、全身の力が抜けて睡眠の質が上がったりするんじゃないみたいな、ことを言う研究者とかもいるので、これ試してみてもいいかもしれません。というわけで、リラクゼーションでした。続いてがですね、ここから先が結構使いやすいと思うので、ご紹介します。ダイナミックハンドグリップというやり方です。これは何かっていうと、運動をする前とか、自分が本番で力を発揮したいって思うとき、その前の30秒間だけ、1秒間に、だいたい2回ぐらいのペースで、まあ、左手とか右手とかどっちでもいいんですけど、片方の手を強く握るというのがこのダイナミックハンドグリップというものですね。まあ、だから30秒だけ時間を取ってもらって、まあ、1秒間の間に力入れて、ぐっ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 、みたいな感じですね。はい。こうやってこう、結構力をかって入れるっていうのを30秒間だけやるみたいな、はい、やつです。はい。で、これ実は、普通にルーティーンとしてもいいんですけど、プラスアルファの効果がありまして、実はこのね、手とかね、握力と、なんだろう、粘り強く力を発揮する能力、その、いわゆる途中で諦めないみたいな集中力とかを維持する能力とかって結構、関わってるっていうふうに言われてまして、こうやってこうね、手に力を入れて、抜く。力を入れて、抜く。みたいなことをやると。こうやって結構早くやると。うん、だから1秒間に2回なんで結構早い。これぐらいのペースだと思うんですけど、はい。やってもらうと。いうのをやるだけでも効果があったそうなんですね。面白いですよね。ダイナミックハンドグリップで。ぜひやってみてください。これ多分、あんまり余計なこと考えなくても、ながらでもできると思うんで、ぜひやってみてください。はい。で、最後はですね、クワイエットアイです。で、これ、例えば仕事前にこうやって手をね、グーパーしてるってもなんか変な感じがすると思うんで、なんか誰にもバレないようにやりたいって方もいらっしゃると思うんですよ。そういう方はぜひクワイエットアイやってみてください。これ何かっていうと、本番前とか運動前に何でもいいんです。一点見つめてください。例えばそれこそこのワインとかについてこういうところでも構わないですよ。こういうのじーって見て、はい、これをですね、1点を30秒とかで構いません。で、これ分数とか秒数は決まってないので、まあ、それこそ、10秒間だけでもいいし、30秒でも構わないんですけど、自分なりにこうね、決めてもらって。で、おすすめは、キリのいい数字にしないのがおすすめです。なんかこう、儀式感があった方が人間ってスイッチが入るんですよ。例えば12秒だけとか、13秒だけとか、僕たぶん誕生日11月なんで11秒だけとか、そういう風に決めて、じーっと何かを見つめるということをやってあげると、1点だけを見るんですよね。で、これもルーティーンになるということなんですね。で、こういったいろんなルーティーン紹介したいんですが、実はこの研究によると、どんなルーティーンでも平均して本番前のパフォーマンスとか上げてくれるという風に言われてるので、まあ、自分なりに好きなものを使えば OK です。まあ、ただ一応プラスアルファの効果、さっき言ったみたいに、粘り強さを発揮したいんだったらダイナミックハンドグリップの方がいいだろうし、逆に不安感にね、対して苛まれちゃって本番に力を発揮できないなんていう方はですね、リラクゼーションの方がいいかもしれないっていうのはあると思うんですけど、まあ、自分なりに合ってると思うのであれば、どれでも OK なんで、ぜひですね、試してみてください。